本当にすっごく楽しかったです。じゃあ小説頑張ってくださいね。君には本当に脱帽だよ。こんなすごい仕事を取ってくるなんて、やはり天才としか言いようがないな。動物園の営業日和だね、母さん。そうですわね、お父さん。こちらが今日プーピー子さんと共演していただくももちゃんです。榊君、榊君、いつもいつも我々のためにありがとう。君のマネージャーとしての頑張りには感謝しているんだ。藤代さん、
さかきくんにそんな趣味があったとはなあ、母さん。本当ですね。ちゃんと榊君に負けておれんぞ、母さん。嫌ですよ、お父さん。私はこんな人前でキックはできません。もしもし、サボさん、カレンです。ううん、いいんです。そうなんですか。楽しみ。そろそろ見せてもらえたりしないんですか。じゃなくなってますよね、これは。でもこれ面白いですよ。私嬉しい。私も負けてられない。頑張って何か書くぞって気になってきました。ありがとう、サバオさん。才能が開花したんだから、もう一本書いてみませんか。私とサバオさんのこと小説にしてくれないかな。朝早いから今日はもう帰りますね。
ラムの宝庫ね、サバオ。小説の方は進んでるの？それはグッド。彼に代わってサンキューですことよ。わしらがどんな風に書かれてるのか早く読んでみたいの、お母さん。本当ですね、お父さん。サバオ君、その間マネージャー業が滞りなく行われたのはひとえに私のおかげだと思いませんか？登場時刻が。お黙りしちゃだ。ウェイト。間違い電話並みに失礼しました。カレン、ちょっとそこまで顔をレッドプリーズ。もう何よお姉ちゃん。今はこれ以上ユウとトークしている時間がないから簡単にフィニッシュさせるわね。アフラベーンという人はこんなことを言ったわ。愛は秘密でなくなると喜びではなくなってしまう。今ユウのために頑張ってくれたサバオにラブを感じてしまったようだけど、それはきっと勘違い。ナエさん、カレンさん、お話は終わりましたか？終わらないです。ねえ、カレンちゃん、どうしたの？辛い顔して。お姉ちゃんを笑顔で送らないといけないのに。うっさいわよ、もう。探しですか、カレンさん。どこ？いた！サバ！カレン、待ちなさい！サバを！さん。私サバオさんが好き！
くん。君、わしの娘をどうしてくれる気だね。カレンさん、何故私を見てお笑いになるのでしょうか。ま、これで一件落着。私の計算通りね。え？カレン、私があなたの気持ち気づいてないはずないじゃない。とっくの、あ、とっくの昔からカレンがサバのこと好きなの分かってたわよ。え？もう、あなた文章とか勉強とかいろいろ才能あるくせに、こと恋愛に関しては臆病なんだもんね。それで自分の気持ちを胸の中で押しつぶして最初の一歩も踏み出せないで終わっちゃうの。あ、そこで、あなたが大爆発してくれることを期待して私がわざと反対したわけ。その結果がこれ、公衆の面前で衝撃の愛の告白よ。お姉ちゃん、あなたたちの気持ちが本物であることはここにいるギャラリーみんなが分かってくれたはずよ。だからカレン、これからも頑張って。それとサバ、私の大切な妹を泣かすような真似したら地球上のどこまででも追いかけていって正義の裁きを下すからね。そのつもりで。事件はハッピーフィニッシュ。おさばきなアメリカへ向けていざ出陣。さらばエブリワン、いってらっしゃい。それはめでたく。
リオン文学賞結果通知。当たり前ですよね。